シャワー浴びても帽子かぶってる。これ色違いあるじゃん。素材違いあるじゃん。どこに売ってんのってぐらい可愛い。パンツ超最高。スータックパンツです。自分のエッセンシャルズ考えてみたときに、コムデギャルソンオムプリズの服ずっと買ってるなと思って、このスータックパンツ、これが一番いっぱい持ってるなと思って。形は基本的に一緒で、素材違いのものだと思うんですけど、これとこれとかはもうほとんど一緒なんだけど、この横だけちょっとタキシードみたいになってるとか。一番最初に買ったのはこれだと思います。このコーナーにも出たことあると思うんですけど、みやびとレコーディングした後に、あの青山のコムデギャラソンによってテンション上がってたんでしょうね。このパンツを本当好きになったきっかけになった一本はこれですかね。ウエスト、丈、あと求めてたツータックが持ってる太さとか含めて、これぴったりじゃんってなって、あ、これ色違いあるじゃんとか、素材違いあるじゃんとか、紐のやつもあるんだとかいう感じで、ある時にはもう買ってったら、気づいたらこういう状態になってたっていう感じですね。でオムプリス着てるラッパーってほとんどいないんじゃないですかね、世界とかでも。だからそれも含めていいなと思ってます、自分は。オッケー、次のアイテムは洋服です。あの、着たことのない服にすごい魅力を感じるから。あと俺の可愛い妹が間違えて開けちゃったんだけど、マスク、こうやって毎日新しい服を着て新しい刺激を得る。この洋服とかは友達のマックリーっていう、あー、そう、これスキンズっていうブランドがあるんだけど、パンツ超最高。あとはスパロック、これはまだ開けたことないからより見る。うわー、超かわいい。これはディナーワークスだね。ふぅー、バッグだね。こうやっても使えない。ベーシングエープ、ストゥーシーとのコラボ、うん、かわいい。俺のシンボルでもある蝶々が入ってる。俺のトレードマークは蝶々なんだけど、それに合わせてプレゼントしてくれたらしい。これがなぜ蝶々が好きなのか。バタフライ効果っていう効果があって、一つの行動が次の一つの行動を決めるっていうワードがあるんですよ。じゃあ今俺がここで蝶々を踏んだとしたら、その蝶々を踏んだことによってどこかで大地震が起こる。全てが連鎖している。つまり自分の人生は、自分の選択で決まるっていう意味合いがあって、俺はそれを人生のモットーにしてる。次のアイテムは靴です。でもヒールスですね。普段はあんまり履かないんですけど、チャンミナの時は絶対履くんですよ。アクロバットなことするんで、靴選びはすごいこだわってて、これとか武道館で履いたやつなんですけど、これはね、ダンスシューズ。ここがすっごい柔らかくて、でこれも武道館の時に履いたブーツです。踊りまくったから結構もう傷ついちゃったりとかしてるんだけど、あとこれもジミチューで大きいリボンがついてるんです。こっちは後ろにリボンがあって、こっちは前にリボンがあって、こうやってセットで、一度は憧れる、その私もすごい憧れがあったクリスチャン・ルブタンのヒールです。ほんとグローブドリームって感じですね。すごいスイッチが入る一足ですね。これロジェ・ビビですね。中がハートになってて、これヒールの部分がすごいミラーボールみたいな感じで、お友達の星あやちゃんがやってるイエローっていうブランドのシューズですね。ピンクのキラキラで、すごい私っぽくてすごい気に入ってます。これジャミトロッシーです。すごい潔のいい可愛さだったと思いません？このピンクはなかなか出せない。じゃじゃーん、ファイヤーブーツ。リボンちゃんっていう仲良しのスタイリストさんが初めてお仕事した時に私にくれたんですよ。このブーツ本当にどこに売ってんのってぐらい可愛いんですよ。ヒールってね、ちょっとアートに近いんですよね。ちょっと
続いてのアイテムはジャケットです。冬になると必ずあのバックラッシュさんの革ジャンを着ることが多いですね。特にさっきまで着てたものがあのバックラッシュさんだったんですけど、今年の冬に購入したこれ結構気に入ってて、柔らかくてあったかいし、すごい今年の冬はこれは大活躍してくれました、はい、バックラッシュ の片山さんの生き様となんかこだわりと、あんな大人になりたいなっていう片山さんの魂をいただける気がするっていうか、なんかもう2つ紹介させていただきたいんですけれども、はい、ということで無性に茶色の革ジャンが着たくなって、でバックラッシュに行って2つあったんで30分ぐらい迷って糖度を決められなくて両方購入しましたというオチなんですけど、次のアイテムはエアリズムコットン T シャツかな、はい、40枚ぐらい持ってるんですよ。そのシーズンでしか出ないんですよね。肌に触れるところはエアリズムで、表面がコットンなんですよ。僕肌弱いっていうのがあるんで、熱をこもっちゃうと例えば痒くなったりとか、その赤くなったりしちゃうんですね。エアリズムのこの肌触り感がすごい良くて、外面はコットンでなってると。気に入ってんのはね、白い方ですね。 SNS とかでよくこれ着てますよね。汚れても全然気にしませんし、これで寝てこれで現場行くみたいなことも昔はあったんですよ。でも最近もちょっと30ちょっと近いんで、これで寝てこれで現場行くみたいな、もうほんと海外のラッパーみたいな生活をしてますよね。ニューヨークヤンキースのフィティキャップです。6000円以上かかりました。多分10個ぐらい持ってます。シャワー浴びても、帽子かぶってトイレ行っても、うんちしても毎回あのステッカー外さない。ここ下の部分はあのグレーじゃないとダメです。黒だったら絶対ダメです。それはあのニューヨークのルールです。こちらパンツです。洋服好きなんですけど、洋服の中でも特にパンツが異常なぐらい好きで、なんか普通じゃないやつをよく好きで集めてます。こんななんかパラパラしてるやつついてて、裾が長くてこんな感じでたるませて履くんですけど、最近めっちゃ気に入ってんのがこいつで、でバレンシアガのやつなんですけど、めっちゃスタッツついてて、あと半ズボンにできるっていうのがめっちゃいいさ。どっちも忘れて、なんかめっちゃ怒ってるおじさんの顔がなんか細かいとこまで可愛いですね。これは買ってストーリーにおじさんのとこだけ写したら、ベビ君から連絡来て、わかったの、これ今一番熱いパンツだよみたいな言われて、そうなんだって思ったら単純に普通にかっけえと思ってたんで、いいらしいです。これを履いていつかディズニーに行くのが夢です。イギリス人のインスタでおしゃれだなって思った人をフォローして見てて、どこで買えるのっていう質問をしたところから、俺履いてないからよかったら譲るよって言われてもらったんですけど、これ結構一目惚れでした。別にめちゃくちゃ合いますね、パンツだけで100本前後で